スープをこれから作ります。多分お昼とあとまあ夜ご飯に両方とも食べることになると思う。前紹介したっけ。まあいいや、作るで、子供たち大好きだから。iPhone がひびが入ったの。あ、これちなみにしほこだから。かわいいでしょ。微妙なしほこかわいいでしょ。皆さんしほこ覚えてる？ニュージャージー行った時に遊びに来てくれたしほこ。私の大好きなしほこ。しほこな、あ、子供の時な。そうさ、ひびが入ってんのよ。見える？そうね、がっつりね、ひびが入っちゃって。がっつりひびが入っちゃったのよ。これ何年使ってるんだ。これね、すごい使ってるのよ。使い始めたのは2017年。これを一番初めの写真この携帯買って一番初めの写真、あの美容の学校行き始めた初日の日の写真。初日だったかな、まあ数日後とかだけど、美容の専門学校行き始めた日の写真が一番初めの写真なの。2017年から使ってんだよ。フローレンスが1歳になった頃のやつで、まあ、長く使ったじゃない。で全然ひびとかなかったのに、ほんと先週落としたらバキーって言って、でそっからもうガンガン、その後もうバキバキみたいな、ちょっと入ってしたらバキーみたいな感じで割れて。そうだから、なんかハワイね行く前だから、そうハワイ行く前だからね、いいカメラ持って行きたいじゃない。このあの、しかもね、このカメラが問題なのが、このねカメラがフォーカスが全然こうなんか動いてるの、常にフォーカスがズズズズって、だから撮るタイミングとか良くない、分かんなくって。だからほらハワイさ引っ越すし、いいカメラ使いたいじゃない。でさ、今こんなペンダミックの状態だから、とかフォーカス、このカメラのフォーカスがおかしいね。なんか行ける時に行かないとみたいな、またほらこの先どうなるか分かんないじゃんか。だからうちの旦那が今なんか郵便局行ったりとかしてるんだけど、それで今電話かかってきて、携帯買って帰るからって言われた。すでにカットされてるのあんまり好きじゃないんだけど、大人のスナック用にと思って買ったんだよこれ。 でもすげえ残ってるから、まあ、この子と玉ねぎさっき切ったじゃん。でじゃがいもを入れる。あとブロッコリーも入れちゃう。余り物を入れるって感じ。あと何かあったっけ。お豆があった気がする。お豆とあとチキンを入れようかなと思うや。 OK ですか皆さん。豆はないということなので、これからオクラを茹でます。これはただ納豆に入れたいのね。もう引っ越しだって皆さん、あと2日よね。さ、2日間でさ、何がこう大変かってさ、何が大変かって引っ越すものをこう箱に入れるじゃん。その箱に入れるのはさ、短くて1ヶ月長くて2ヶ月かかるわけよ、あっちに到着するのに。であと2日後にその引っ越し屋さんが来て、でその荷物を持っていかれるわけじゃんか。で荷物が持っていかれてから、飛行機で行くまで5日間あるんだ。5日間で、その間この家にいるのは、まあ、2、3日なんだよ。だから荷物で行く、でその後まだここで生活するから、その間に使うものをね、で
あと、ハワイに私たちと一緒に行くもので、そのハワイに一緒に行ってその荷物が届くまで使うものとか、そういうので分けなきゃいけないのが3つあるわけよね。箱に入れるもの、ハワイに私たちと一緒に行くもので、あとはその家、この家に住んでいる間使って、最後の最後の日まで使って、で捨てれるものみたいな感じで3つ分けなきゃいけないんだよね。そうだから、それですごいなんかね、神経使う、なんだろう、間違えたくないからいろいろ大変ですよ。であっちに住んでからは、今のところ結構頻繁にルールが変わったりするんだけど、今のところ、塩でさ、板にこうゴロゴロってやらんといけんの。そう、今のところな、いろいろルールは変わるんだけどもな、今のところいろいろルールは変わるんですけど、あれよ、8月1日前にハワイに着く人はあれなのよ、2週間の自粛生活をしなきゃいけないわけよね。そう、うちはいろいろ日にちがずれたりとかいろいろして、で、ってかフォーカスなってる、なってなくね、カメラさん。そう、まあそれで8月前にあっちに着くことになったから、はい、2週間の自粛生活があるわけなんです。で、その間は家の敷地内から一歩も出れないので、1ミリたりとも出れませんので、庭はわかるんだよ、庭には行けるんだけど、そっから外は出れないから、今私のお友達でハワイに住んでいる子に、アマゾンで買ったものを送らせてもらってて、なんか私たちがあっちに住んだもうその当日から私たちがその自粛生活をしている間に必要なものを私のお友達のお家に送らせてもらって、で私たちがあっちに着いたらそれを持ってきてもらうみたいな。そう、ハロー。で、なんか先週、昨日か、昨日 was it yesterday、うち2台車があって、で1台は売ることにして、ここでこっちでね、でもう1台は、SUV なんだけど、それをハワイに送ることにしました。で昨日トラックが来て、そのハワイに送る車はトラックに積んでもらって、でお先に行ってもらったんだよ。でね、送るの3週間かかるって言ってたかな。そうだからいいじゃん、車はまあそれでとりあえず送ったじゃん。で今こっちで使っている車は、ほんとあと数日とかで手放す、売る予定なんだけど、それだから大変よね、車とかね、関わってくるからね。であっちで、そう、車もう一台買うつもりで、それはあのワゴン、日本でいうワゴンっていうの、ワゴン、日本でいうワゴン、ミニバンをあっちで買って、もう子供3人いるとちょっと小さい車は大変だから、ちょっと大きめのね、ママのスーパーカーと呼ばれるミニバンが欲しいんよ。車、あの子供たちがこう車の中で立って着替えれるぐらいの大きさやっぱ欲しいじゃないですか。だからそれを買う予定で、なんかこっちで買って送った方が安いかもっていう話もあったんだけど、もうそこら辺はうちの旦那車好きで詳しいからもう任せてる。で旦那がもうあっちで買うって言ってるから、もういいやそれでと思って、そういう感じですよ車はね。キッチンで、キッチンからハワイに持ってくのはあのジュースのミキサーとか、あとこのお水のフィルターとか、あと炊飯器とか、そんぐらいしかキッチンから持っていかないんだけど、そう、
ていう感じよね。喋りながらねやってると間違えるんよ。メイクもそうだけど、喋りながらやってるとね間違えるわけ。で、あ、そうだ、ね、飛行機はうちら今いるところバージニアなんだけど、飛行機で、まずバージニアからニューワークの空港に行くんですよ。ニューワークはニューヨークじゃなくってニューワーク空港と言ってですね、ニュージャージーにあるインターナショナルの空港なんだけど、バージニアからニューワークの空港にレンタカーで行って、でもうそれで6時間とか7時間車で運転かかるんだよね。で運転してってだな。で一泊するの、ホテルに一泊するんですよ。一泊して、で翌日の朝ニューワークの空港から LAX に行って、で2時間休憩をし、休憩っていうか待ち時間があって、で LAX からホノルルっていう感じ。両方とも6時間6時間ぐらいな感じの飛行時間で、でニューワーク空港の朝の8時とか8時半とか、まあそんぐらいだったと思うんだけど、飛行機でもう飛ぶのが。で、ニューワーク出るのが朝の8時半とかで、ホノルルに着くのが夕方の4時とか5時とか、そんぐらいだから一日中日中の間こう飛行機の中で移動して、であっちに着くみたいな感じだから、まあこっちを出発してからホノルルに着くまでは全て計算すると2日かかるんだけど、そんな感じですよ。だからその間もすごいあれだよね、最大の警戒心を持ってっていうの、ほらコロナウイルスがあるから、そうそう気をつけてさ行かないと、私たち子供もいるからね。もうだからとりあえず殺菌のジェルとマスクと、あとはもう神経質にならないようにしたいけど、まあちょっとなんか何だっけ、使う飛行機も毎回毎回使用済みに何殺菌スプレーしてるみたいなんだけど、全部に。ちょっと本当に正直そこら辺話し出すとね、すごいナーバスになるんだけど、私もやるしかないから、まあ、持ち前の明るさでなんとか乗り越えますよ。そうしたらブロッコリーも切っちゃって、これね簡単なのよ、投げる鍋にね切って投げるだけだから。こんぐらい大きいやつでやるで、今こういう状況になっておりますよ。はい、ブロッコリーの茎の方は朝スムージーに入れてたやつ、よいしょ。私男料理なのよ、ほんと。あんま数えたりしないしね、メジャーもしないんですよ、めんどくさいからね。お肉が結構余ってんのよね、なんかこれさばいてくよ。もうでも結構バツ切りで、今回はめんどくさいから、こう一口に切るような、かおっしゅっ切るような感じでですね、折っちゃった。なんか観音開きとかやるけど、もうめんどくさいから今はこのままバキバキやっちゃってやりますけど、
本当だったらこうね大きさを考えて観音開きにして厚みを全部一緒にしてお肉ので、そうすると火の通りが良くなるとかそういう感じなんですけどもね、はい、こうやってバツ切るわけよ。 OK? OK。もうちょっと入れる？こんなもんでいい気がすんな。そうしましたらですね、これがうざいよね。まあいいや。そしたらココナッツオイル、ココナッツスープ作るからココナッツオイルっていうだけ。オリーブオイルでもいいと思うけどね。うまきゃなんでもいいよ。もうなんでもいい。うまいんだったら、うまいんだったらもうね、ルールなんてないわ。自分のビデオチェック、さっきあげたばっかだから。癒されたと言ってくれてる方がいらっしゃって嬉しいでございます。ありがとうございます。おいしい。お肉入れるよ。どうなん、どうなんそこら辺。私癒し系ではないよね。どっちかっていうとギャグ系だけども。癒せてるんか。それならそれでいいな。今日使うココナッツミルクはこれです。トレーダーチョイスで買えるオーガニックのものでございます。 Reduced Fat、脂肪分が少ないよ。脂肪分少なめという感じでございましょうか。私トレーダーチョイスハワイから来たものだと思ったらカリフォルニアだったんだけど、だってほらみんなハワイアンシャツ着てたりするじゃん、ここあのトレーダーチョイスで働いてる人たち。けどハワイにないらしいからびっくりしちゃった。びっくりよ。だからあのうちらが大好きなアイスクリームがあるんだけど、トレジャージョーズの、ぜひ機会がある方とか、多分知ってる人も多分知ってる人も多いと思うんだけど、ぜひ機会があったら食べてみてください。あのねアイスクリームなんだけど、だからビーガンの人は食べれないんだけどさ、あの普通のアイスクリームなんだけど三角形になってて小さい、なんかね手のひらサイズのアイスクリームがあるわけ。チョコレートでコーティングされてる コーンのアイスクリームがあるのね。それがすげえ美味しい。なんでかっていうと、こういうさ下コーンになって、ちょうるさい、下コーンになってるわけよ、こういう感じで。でこの下のこの下のこの角っこまでちゃんとチョコレートが入ってるわけ。それがすっげーうまい。うわ
カチップクッキー、昨日作ったやつ。うまい。ネギない。ネギないよ。ネギない。What's up?